こんにちは、マロです。こちら iPhone XR、昨年ブルーのモデルを買いましたけども、やっぱりね、あのカラフルな iPhone がね、まあ僕の生活環境にはあんまり合わないかなと思ってまいりました。決してね、あのブルーがダメって言ってるわけじゃないんです、まあ、ちょっと僕が飽き性っていうのもあるので、まあ、ちょっとあのカラフルで癖のあるタイプだとどうしてもね、ちょっと使いにくいなという、まあ、部分がありまして、で動画でもね、ケースをたくさんレビューさせていただいてるんですけども、やっぱりね、ちょっと色合いが浮いちゃうっていうケースが多いので、まあ、そういった部分でもね、ちょっと使いにくいなと感じております。まあこの色がね、本当に好きな方もいらっしゃるでしょうし、ここのね、アルミの部分はめちゃめちゃ気に入ってるんですよ。この色ね、このメタリックの綺麗なブルー、これはね、本当素晴らしいんですよね。というわけでですね、今回はこの iPhone XR をまあ、あるアイテムを使ってね、ちょっとガラッと印象変えてみようじゃないかと思いまして、こういうアイテムを用意しました。はい、こちら、ラプラスのスキンシールでございます。こちらとですね、で、こちら、ESR のアルミのバンパーでございます。はい、この2つですよ。まあ、ラプラスのね、スキンシールは、その iPad だとか MacBook のね、スキンシールとしても非常に有名なメーカーで、クオリティの高い、まあ、日本のね、メーカーでございます。今回はね、こちらを使いまして、まあ、ちょっとね、iPhone XR をシックな色に変えてみようじゃないかと、今回うまく変わるのか、ちょっと楽しみでございます。はい、というわけでね、早速ちょっと中身を見ていきましょう。ラプラスのシールね、結構僕使ってるんですよ。以前 MacBook にも貼ってましたし、iPad のね、9.7 インチにも貼ってましたし、まあ、非常にね、シールとしてはすごいメーカーなんですけどね。はい、ちょっと見てみます。はい、こちらですね、こちらシールでございます。お腹開けてみます。はい、こちらですね、ラプラスのスキンシール2枚入ってます。で、今回は背面タイプを選びました。本当はね、縁のあるタイプもあるんですけども、今回、こちらのね、背面のみのシートを選びました。なぜかはちょっと後で説明させていただきます。そして本体とこちらクリーニングキット入っております。で、貼り付け方なんですけども、YouTube でね、ラプラスって検索すると貼り付け方のね、動画がありますので、もし購入されたらね、必ずそちらの方を確認していただきたいなと思います。で、貼る前にですね、まず本体をね、綺麗にしていきます。油とかがついてると剥がれやすいので、まあ、その分だけですね、クリアなフィルムではないので、まあ、そこまでね、ホコリとかを気にする必要はございません。この辺はちょっと安心ですけども、ラプラスのね、スキンシールも結構貼るの難しいんですよね。気泡云々とかじゃなくても、位置合わせがね、すごく難しい。というわけでね、貼っていきたいと思います。一応ね、失敗した時用のために2枚入ってます。これ嬉しいですね。はい、そして貼り方なんですけども、まず外枠外します。こちらのね、本体のシールなんですけども、このまま合わせてもらってもいいんですが、一回ね、このように下の型紙にちょっとずらしてね、こう貼り付けます。それでからこうやって位置を合わせると、まあ貼り付けやすいかなという感じですね。このね、位置合わせが結構シビア。まずカメラ位置から合わせて、それからこの型紙をちょっと外してですね、このように貼り付けていきます。アップルマークから貼ると結構ずれるみたいなんで、この辺注意してください。貼り付けましたけども、あれー、背面だとね、結構縁が浮きますね。うん、ちょっと小さめに作ってある背面の平らな部分だけ貼り付けてます。ですからね、ちょっとこうやって背中から見ると周り色浮いてますね。これちょっとショックだな。で、なぜね、横がある部分を選ばなかったのかというと、サイドのある部分ね、実は僕これ買う前にね、2、3回ね、買い直して貼り付けしてるんですけども、貼るのめちゃくちゃ難しいんですよ。サイドの角の部分がね、結構ボコボコしてたり、シワになったりしてて、これね、ドライヤーでどんだけ温めようが、どうしようがね、ちょっと上手に貼ることができませんでした。こう丸みのあるね、 iPhone シリーズは特に難しい、まあ、ここがね、すごく使えなかったのと、あとはね、横のそういったシワの部分の肌触りが、ね、すごく悪かった。で、動画でもね、かなり見直したんですけども、綺麗に貼れる貼り方みたいな動画もあって、そういうのもね、見たんですけども、よくよくその動画も見るとね、
角の方ちょっとボコッとなってるんですよ、うん、だからそういったちょっとプロ的な動画を上げてる方でも貼るのが難しいのでちょっと断念しました。あとはいろんなケースをレビューしていくので横にね貼っちゃうとそういったケースにね干渉しちゃうので、まあ、そういった理由もあります。ですからねちょっと貼るの自信ない方はね側面まであるタイプはやめた方がいいと思います。めちゃくちゃ難しいです、まあ、今回ねカーボン柄を選びましたけども手触りねちょっとザラッとした感じになってます。この辺はねシールかなっていう感じなんですけども、カーボン柄はね本当にすごくね柄が揃ってて気持ちがいい、うん、美しいです。ここからですよ、もう一個のアイテムを使うのは。というわけで ESR の、こちらバンパーでございます。まあ比較的薄いのと安いのとで素材にねアルミを使ってるっていうので、こちらを購入させていただきました。これもね他の機種で1回レビューしたことはあったはずなんですけど、まあシンプルでね非常にいいバンパーだなと思って購入しました。はい、ちょっと開けてみます。よいしょ。はい、こういったバンパーですね、かなりね薄いんですよね。だから本体のサイズ損なえずに使えるのと、もう素材がねTPU とアルミを使ってるっていうのでもう iPhone にはもうかなりマッチしますよね。でちょっとスペースグレーっぽい、ダークグレーを選びました。これを取り付けるとねかなりダークな iPhone になるんじゃないかなと思ってこいつを合わせてみたいと思います。ちょっとね重さ測ってみたいと思います。重さも 13.5g、まあ、このサイズにしたらめっちゃ軽いですよね、普通のケースより、かなり軽いのでこいつでねちょっと最後整えていきたいと思います。取り付け方はね、まあ、TPU とアルミなので簡単ですかね。お、簡単だ。取り付けましたけども、あっちゃあっちゃー、ちょっと浮いとる。あー、ちょっと青枠が浮いちゃいましたね。はい、正面からはねすごくいい感じなんですけど、あっちゃー、ちょっと浮いちゃってるねこれ。でもね持ち心地めっちゃいいっす。かなりね薄いバンパーなので本体サイズがねそんな大きくなった感じはしません。かなり握り心地いいです。で背面もねシールだけなんでかなりねいい感じです。本体の薄さは全然変わってないような感じで持ち心地はめちゃくちゃいいです。中がねレッドとかやったらちょっとね赤いアクセントになって黒とすごく合ってねかっこよかったかもしれません。ちょっと青はねこういった部分もやっぱり浮いちゃいますね。そうか、かなりこのバンパーがタイトすぎたんですね、まあ、せっかくだからバンパー部分ちょっと紹介していきますね。まず音量ボタンとかもねめちゃくちゃ押しやすい。ボタンまでねアルミで覆われてますので結構ねこれクオリティ高いんですよ。結構ね操作性全然悪くないです。素晴らしい。でも ESR 何気にねクオリティ高いんですよね。電源の方のボタンも問題ないですし、で下の部分もねこういう風にカットされてますので結構ガッチリ覆われてます。で背面はね本体が分厚いんじゃなくてこういったね角に突起がある、これで、iPhone 本体を浮かして、まあ、カメラとかをね傷から守ってくれる感じになってます。だこう置いてもねカメラが直接接することはないです。この突起の方がわずかに高く作られてます。すごくね美しいんですよね。でこのアルミの質感いいですね。本当にスペースグレーというか金属のね質感がすごくいいです。で中に TPU が入ってるんでね、うん、そこまでね分厚い TPU じゃないのでちょっとね心配でしたけども、しっかりね衝撃も殺してくれてます。だからこのバンパーめちゃくちゃいいわ。うん、すごくいい。ちょっと背面残念になっちゃったけど、ちょっとね青が浮いてますけども、まあまあ全体的にはねちょっとシックになったんじゃないかなと思います。まあアクセントとしてはねすごくいいかもしれませんね。ただね全体じゃなくてもちょっと背面がねこうシックなカラーになったので、例えばね他のケースにはめてみるとほらちょっと青のね浮いた感じがなくなって、うん、かなりねケースにマッチするようになってきました。これ先日買ったねあのディーフのエタンゼっていうカラフルなガラスケースなんですけども、うん、これ結構気に入ってるんですよね。シンプルですごく美しいんで、まあ、ちょっと青がね浮いてたんで、まあ、そういったところのねフォローには使えるかなと思います。でこちらピタカードねアラミド繊維のケースなんですけども、こちらにもねちょっと青の目立つところが潰されて、よくマッチングするようになったんじゃないかなと思います。背面だけのタイプはねこういった他のケースとの組み合わせもすごく楽しめると思いますね。やっぱりシールだけじゃ不安なので、そういったねちょっとこういったね組み合わせでちょっと楽しんでみてもいいかなと思います。
はい、というわけでですね、ラプラスのスキンシールと、ESR のバンパーでちょっとねシックな iPhone XR を作ろうとしましたけども、あーちょっと縁だけ見えたのが残念です。まあでも全体的にねちょっとダークなイメージになったので、これはこれでねすごくいいんじゃないかなと思います。シールの柄も、木の柄だとかね、ちょっとメタリックな柄だとか、単色のね鮮やかなものだとか、たくさんありますので、皆さんもねぜひこういったケースと組み合わせて楽しんでみてもいいんじゃないかなと思います。まだ概要欄にね、購入ページ貼ってますので、気になる方は一度チェックしてみてください。まあ、こんな感じでね iPhone を手軽に、まあ、デコレーションできて非常に面白い組み合わせだなと思いました。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオス。